Egyptologists and archaeologists hide the truth of ancient Egypt because they are forced by the gang of Western scientists' community to hide this truth in order to keep their false biological sciences alive, such like evolution. Wordpress.com サイトは次のように書いています。 エジプト研究家や考古学者は古代エジプトの事実を隠していると WordPress.com サイトは次のように書いていますエジプト研究家や考古学者は古代エジプトの真実を隠しているとなぜなら そうした事実が西洋科学の常識中津づく進化論の常識に反するからだというのです広瀬林市松ママリ・ジャパン What is the lifespan for gods, or more accurately, than gods? According to riley Study Bible, the average age of the patriarchs in ancient times is around eight hundred. Eight hundred years old. Is it so long or so short? Today's story is about it. 神々。正確には、半神半人の神々の寿命はどれくらいであったのか。ライリースタディバイブルによれば、古代の長老の平均年齢は、 800歳前後だったそうです。800歳です。それを長いと考えたら良いのでしょうかそれとも短いと考えたら良いのでしょうか広瀬はやし、ハママシティ、ジャパン。ここでは、ユダヤ教の神々について 考えてみたいと思います。これがライリー、スタディ、バイブルです。で、この中に、まあ、それが説明してあるわけですね。で、簡単に神々の歴史についておさらいしておきたいと思います。神々の名前ということになります。で、ユダヤ教の方ではですね、神々そのものの姿というのは ほとんど表現されていません。まあ、このような形で、一応名前らしきものはありますけども、まあ、このように表現してあるわけですね。ただ単に神とか、あるいは全知全能の神とか、まあ、極めて抽象的な表現で、まあ、表現されているということですね。いろいろな 神々が順に説明してあります。完璧な力を持った支配者というふうに書いてあります。で、このあたりからなんとなく偶像が出てくるという感じになります。神々の歴史についてもおさらいしておきます。あくまでも ユダヤ教の神々ということになります。まあ、紀元前6500年頃ですね、えー。メソプタミアで初期の文化が、文明が始まると。そしてノアですね。ノアの洪水のあのノアです。それからバベルの塔へと続きます。エジプトの、まあ、初期のダイナーシティですね。そして アブラハムと続きます。2165年と書いてあります。それから、イサックですね。アイザックが生まれます。それから、2056年に、ソドムとゴモラが破壊されます。で、2006年に、ヤコブが生まれます。それから、それに続いて、 エジプト、中期王国ってことになります。それから、ヨセフが奴隷に売られます。そして、最後に、ヨセフがまあ幸福な人生を終えて死ぬと。まあ、そういうところで、この年代記は終わっています。で、神々がこうして登場し、それに続く 半身、半人の神々もそれに続くということになります。で、神々の平均寿命ということになります。いわゆるデミゴート。半身、半人の平均寿命ということになります。そしてあくまでも旧約聖書によればということです。旧約聖書の解釈。 によって、まあ、こうした寿命が計算されたものと思われます。で、それで計算しますと、神々の平均寿命は857.5歳であったことがわかります。857.5歳です。今まで、なんとか紹介してきましたけども、エリア51の近くで、 トール・ワイトの世話係をしていたチャールズ・ホールという方がですね、暴露本を出しました。その要約版がネットの方で公開されていましたので、それをここに紹介します。かなりの長文でしたけども、別のところで全文翻訳しておきましたので、また興味のある方はぜひお読みになってください。その中で、 チャールズ・ホール氏はですね、トール・ワイトの平均寿命について語っています。それをこれから紹介します。カナダの前国防大臣であったホン・ポール・ヘリア氏もこの本を引用しています。まあ、その紹介した記事ということになります。かなり言っていますか。 興味深いことがこの中にたくさん書かれています。で、この証言といいますか、内容はですね、いろいろな角度から調べてきましたけども、極めて信憑性の高いものであると、私、林宏は判断しています。そして、彼らが使っているスカウトシップについての記述もあります。これがそのスカウトシップです。大きさは バスぐらいだったそうですね。で、ノッポの白人は身長が6から7フィートの範囲にあって大変痩せていて弱な感じであると。今日のポイントです。で、彼らがヒューマノイドであると。肌はチョークのように白いというわけです。そしてここが重要です。400年を過ぎた頃、ノッポの白人は 第2の成長段階に入り、結果として身長は2メートル80センチになるというのです。まあ人間の約10倍の、いわゆるライフス、フスパンを持っていると。そういうことですね。で、400年で一つの区切りになるということですね。そして身長も3メートル近くになるというのです。全体として800歳だということですね。800歳です。 話は少し脇道にそれます。これがミケランジェロが彫刻したと言われているモーゼ像です。モーゼ像ですね。モーゼ像です。そしてこれが1680年スミルナというところで発見されたゼウス像です。これはローマンコピーではありません。1680年ですから、その時、もうすでにミケランジェロはこの世にはいませんでした。 で、比べてみますと、大変よく似てるということです。そして眼球の後がですね、えー、瞳ですね。あの、薄く見えますけども、その瞳の位置、方向も同じだということです。まあ、これは偶然なのかという問題ですよね。で、もう少し、えぇ、調べてみますと、左がモーゼ像、右がゼウス像です。一見すると、随分違った顔に見えるかもしれませんけども、細胞を照合していきますと、違いがないという点で、 まあ、同じとは断定できませんがね、大変よく似てると、私、林印は判断しています。えつまり、まあ、モーゼ像は、このゼウス像を元にして作,作られたということになる,なるわけですけども、ミケランジュロが生きていた時代には、この下のゼウス像はまだ発見されていませんでした。で、もう一体の、これがゼウス像です。そして、左が、 スミルナで発見されたゼウス像です。ぴたりと重なりますね。えつまり、同じ像だということですね。まあ、こんなところにも、ギリシャ彫刻、3D プリンティングテクノロジーで作られた説、バイ・ハヤシ・ロですけども、えー、証拠があるということになります。で、もう一度、左がモーゼ像です。右がゼウス像ですね。まあ、これは、 余談ということになります。さて、本題です。これがラオコーンということになります。この右のラオコーンはですね、子供を二人抱えています。それをギリシャ彫刻で表現したのが、このラオコン像ということになります。いろいろ説明されていますけども、今日はそれがポイントではありません。 で、この二人の子供がここに彫刻されていますけれども、私はこれは子供ではないと思います。体の形、筋肉のつき方、そしてその、なんて言いますかね、表現、ここに表現されているのは、まあ、一応子供ということになっていますけれども、私はこれは成人男子だと思います。右の、まあ、ギリシャ彫刻と比較していただくと、それがわかると思います。つまり、ラオコンの左右にいるこの人物は、 子供ではなくて、私は成人男子と判断しました。ここが重要です。が、一方、こんな絵も残っているんですね。で、このラオコンがいます。で、二人の子供がまとわりついています。これは私は子供だと思います。幼児の姿ですね。そして、左の方に人間が描かれています。その大きさと比べますと、ラオコンはかなり大きな、まあ、デミゴードということになります。 ここが今日のポイントになります。えつまりえ、この左の人間と比べ,る比べるとですね、優に2倍近くあったということになります。身長が2倍あったということになります。そういう前提で考えますと、これは子供ではなくて、私は成人男子と判断しました。右のギリシャ彫刻はこれは成人男子ということになります。なおち、子供、子供というふうに説明されていますが、まあ、そのように説明しないと、 つじが合わないからということになるのではないでしょうか。つまり左右にいるのは子供ではなくて成人男子。それに比較して、ラオコンはその2倍近く身長があったということになります。まあ、この顔を見てですね、子供と思う人はいないと思います。ここがポイントですから注意深くご覧ください。これは私は子供というのは無理があると思います。で、ラオコン像ですけども、それをもう一度見てください。 中央がラオコンゾです。そして左右にいるのが、まあ、若い成人男子ということになります。ブルーの線でその身長を示してみました。そして縦に並べてその身長比を調べてみました。黄色い線がラオコンゾです。そして右が、まあ、その子供と言われているゾです、えー。この画面上でミリ単位で測定してみました。そしてそれを計算してみますとちょうど ラオコンゾーはその左右に立っている成人男子の約1.5倍という数字が出てきました。まあ、それを今このように説明しています。そして同じことをあのチャールズ・ホール氏が述べているということですね。身長は最初は最初の400年間は6から7フィートだけども、その400年を過ぎると9フィート、つまり 2メートル80センチになるというわけです。それで計算しますと約1.4倍。つまり、ラオコンゾーで計算された1.5倍と、それからチャールズ・ホール氏が証言している1.4倍と、ほぼ数字が一致するということです。まあ、こういう点からもですね、チャールズ・ホールの氏の死のですね、証言の信憑性が裏付けられるということにもなります。 話は少し戻りますけども、旧約聖書によれば、神々の平均年齢は半神、半神半身の方ですけどもね、デミィゴッドの方ですけども、850歳だったということになります。そして、チャールズ・ホール氏も約800歳だと伸びています。これは偶然の一致なのかということになります。あるいは、チャールズ・ホール氏ですから、まあ、キリスト、 強国に生まれ育ったわけですから、半身半人の平均寿命がですね、800年前後としていたとも考えられます。まあ、これがあの、旧約聖書に載っている上がですね、857というのが平均寿命です。そして、チャールズ・ホール氏がですね、彼らはおよそ800歳でと、期間が故障し、死を迎えると述べています。これは偶然なのか、それとも意図的な数字合わせなのかということに、 なります。で、結論ということになりますが、先ほども紹介しましたように、ギリシャ彫刻においては、成人男子と、それから400歳と言いますか、年を取ってからの、その半身、半人はですね、約1.5倍ぐらいの身長差があるということになります。このことについては、 チャールズ・ホール氏は知らなかったと林博氏は判断しています。つまり、まあ、ギリシャ彫刻で見ていくとですね、例えば、ミロのヴィーナスな,なども2メートル4センチ前後の、まあ、身長で表現されています。まあ、トール・ワイトというのは背が高かったということになるわけですね。で、私は、あのギリシャ彫刻というのは、まあ、神々を等身大で表現した立体、歴史書であると判断しています。それまでの神々の世界を 立体彫刻という形で、まあ、歴史を表したものであると私は判断しています。それはともかくも、チャールズ・ホール氏はですね、まあ、身長が約3メートル近くになると言っていますけども、それはチャールズ・ホール氏が知らなかったと言いますか、あの、知識として知らなかったということになるのではないでしょうか。まあ、ギリシャ彫刻、これからいろいろ調べていきたいと思いますけども、まあ、 2メートル前後のギリシャ彫刻と、そして3メートル前後のギリシャ彫刻があるということですね。ただ、このラオコン像に関して言えば2メートルやや少し高い程度で、まあ、表現されています。しかし、この像で見る限り、まあ、ラオコン像はですね、左右の成人男子よりも約1.5倍ほど、まあ、大きいということになります。その数字は、チャールズ・ホール氏が、暴露本の中で証言している 数字とほぼ一致するということになります。つまり、チャールズ・ホール氏の、まあ、暴露した内容がですね、いわゆる証言がより、まあ、信憑性があるということになるということになります。まあ、少し、あの、奥歯に物が挟まったような言い方をしてますけども、私はそのように判断しています。もう一度、この数字を見てください。えー、白人は、 ロンプル白人はですね、6から7フィートなんだけども、400歳を過ぎる頃から9フィートになると。約1.4倍になるんですね。そしてそれと同じことがですね、このラオコン像の中にも表現されているということです。ラオコン像の中の成人男子とラオコンのまあ平均身長の比率はですね、ほぼ同じの1.5倍となっています。まあ、これは偶然の致なのかどうかそれは今の段階では段階できませんけども、 こうした事実もあるということです。続く動画の中で、まあ、トール・ワイトの武器について話してみたいと思います。それでは、bye for now.